これはサーリーのスチームローラーですね。ナッツさんってかっこいいでしょ。これでもね、みんなの草刈りなの。おはようございます。おはようございます。あの、今日はちょっと朝ごはんを食べに、お、いいですね。ラグにとともに、はい、ラグの人が暇そうだったら、ちょっと突撃で、あ、バイクチェックを。そうですね。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、道案内を。じゃあ、行きましょう。ここね、戦い合ってるんですけど、よく、ラグまでどうやって行けばいいですかって言われることがあるんで、ちょっと説明がてら行きましょうか。はい、まあ、出てもらって、左手に行きます。このね、甲州街道の笹塚交差点、旗大学に出た最初の交差点を左手です。まあ、あとはまっすぐ。このカレー屋さんどうですか？カレー屋さんよく大輝が行ってますね。ナマステインディア。はい。笹塚に訪れた際は、みんな行くんじゃないかって言われてる。言われてたり言われてなかった。本当に。言われてたですね。はい。なんか見慣れた自転車がありますね。これは YouTube でも紹介された一周くんの U テンワークですね。こんなとこになぜ、お、これがなんと中で一周くん、それはまとめれると思ったよ。マジだよ、すごいおしゃれなバーバーがこんなところに交互期待で、はい、近い期間、はい、ちゃんとお仕立てができると思いますので、これが店長の長岡さんですね。ありがとうございます。今かっこよく仕上げてもらってるのは、出勤前に仕上げてもらってる神馬店の一周さんですね。いい、ありありがいいぞ。したあ、お邪魔しました。ぶらりと準備しておいて。稼働スマッシュ。僕はじゃあこのフライドポテト。はい。皆さんいい T シャツ着てますね。あ、いいでしょ。どこで買ったんですか。なんか当たったの。なんかちょっと。ナッツさん借ります。ちょっとちょっとだけ。ちょっと自転車を紹介させてもらって。これはナッツさんです、ね、みんなのお姉さんです、ね、お姉さんです、ね、はい、なんかね、いやこれはサーリーのスチームローラーですね。ナッツさんってかっこいいでしょ。これでもね、みんなの草刈りなの。誰かこれはメイさん、はい、でこれはダンカンからもらった、はい、これはタリさん。あ、じゃあみんなのナッツさんへの愛で。あ、そうナッツさんってサーリーってスチームローラーって何代目ですか。もう一回クロスチェック、うん、これあれですね、このフリースキングはなかなかお目にかかれないんじゃないですか。何周年記念なので、はい、これはブルラグスタッフでも持ってるスタッフいないんじゃない。夏のチリンチリンもあるよ。ベル、うん、すごいですね。旦那さんが好きだから。そうですね、夏さんの旦那様ね、あのプサンさんっていう大先輩なんで、もう自転車大好きなんで、家に自転車何台あるんですか2人で。あんまり叩いたことない。まあ10はあるでしょ。じゃあラッサ、この自転車のお気に入りポイントを教えてください。あ、これコンノさんに乗ってもらった。あ、そうだからコンちゃんに乗ってもらったのが一番好き。あ、コンノさんに塗ってもらったフレームのカラーが、うん、いいっていうわけでね。そう、なんか
ジプティやってくれた。はい、本当に女性にしては。あとこれも好き。これも好き。そう、これ好き。あのポートランドで買ってきたの。え、現地で。現地で買ったの。どうやって持って帰ってきたんですか。あ、こっちで。絶対引っかかるでしょ。あの自転車置いてあって、かっこいいねって言って、はい、あれ欲しいって言ったらたまたま自転車屋さん入ったな。売ってやるよって。そう、売ってやるよっていうか、ちゃんと売ってた。ね、これすごい好き。ちゃんと番号振ってあるんでしょ。シリアル？そう。あ、そうなんだ。知らなかった。わかんない、わかんない。確かに。手で彫ってある。ハンドメイドでしょ。ありがとうございます。なんか、一言あります？ないの？照れちゃって。かわいいな。で、次はラグナを欲しい。
ていうのは僕と変わらないですけど、なんか15分ぐらい。あ、いや安全運転でね、安全運転で、ありがとうございました。ありがとうございました。出てるの何ですか？アボカドスマッシュ。スマッシュ召し上がってみてください。ライブあーすごい、インサート飛んだじゃん。どうぞ。いただきます。もうね、美味しいしか言えないです。今日これで、うん、お仕事頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。